はい、こんにちは、ひまじん27号です。前回ね、ちょっとオーバードライブユニットが全く使えなかったので、今回こそはちょっと頑張ってやってみたいと思います。はい、体力ゲージに矢印が出てたんでね、多分あれがそのオーバードライブユニットが作動する体力なんだと思います。はい、で今回はちょっと初手で行かせていただきます。意外とあれなんですね、残り2割とかそんぐらいまで減らないと使えないのかななんていうふうに思ったんですけど、そんなことなかったですね。半分ぐらいで使えちゃう、半分で使えちゃっていいんですかね。所詮 10% ですからね。さてどうしましょうかね。オーバードライブユニットを使いたいので、ある程度ダメージを食らわないといけないんですけど、なかなかね、そうもいかないのかね。勝手に死ぬわけにもいかないのでね、死んじゃったらそれまでなので。おー、ナイス。おー、めっちゃ来る。どうする、真ん中取られちゃったよ。みんな、あの子がナイストツだったから、どうしようかな。いやー、割ってくれー、誰かー。また瞬殺されちゃうよちょっと何やってんのよ。調子悪いですね。おお、自爆しとる。お前ちょっと真ん中白に変えてよ、暇人。頑張って、ちょっと頼むぜ。みんなここ難しいよね、このステージね。真ん中取ろうぜ。お、近い。あ、この距離戦うねなんだよな。そう、めっちゃ消えるじゃんこいつ。よっしゃ、ナイス。よし、続けお前ら、私に続け。お、アンサイルライジンいるよ。受けるんですけど全然効かない。サイルライジンいたのか、すげえな。まだいたんだね、サイルライジン。そりゃ物理入らんわけだ、物理攻撃が。アンサイル、ニコモちゃん無理だよ。どうしようかな、ゴリ押すか。いや無理だな、ゼロ距離だな。味方も一人いないし、もうちょっと勝っている気が。おーい、抜けるんじゃねえ、行くぜ。無駄凸にならない。いや、もう無駄凸だよね、正直ね。正面から戦っていく。おらー、勝てー勝てーなんだあの雷神、どちゃくそ硬いぞ。すげえな、すげえな。ちょっとちょっとちょっと、みんな頑張って。雷神ですよ、敵は。旧機体ですよ。いいんですか、旧機体にそんなフルボッコにされちゃって。すげえな、雷神。やべえぞ、あの雷神。絶対無理だって。あ、当たった当たった。当たったぞ。ゴリ押すか。いて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 、何で使っちゃったんだ今。よっ、この子意外と柔らかい。
この高さ当たんじゃねえか、当たんねえか。いや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 、いける。いやでもラススター、あーもう350超えてたわ。いかんかった。うわ出た、見えなくなるやつと思ったら君だったのか。スペクターだっけ。この子も強かったんだけどね、あっという間になんか弱っち期待になっちゃったよね。うわーナイスー。よし、タイタン出しちゃおう。よし、あとはビーコンを頑張って取ろう。残りずっと3つキープしてればいけるでしょう。頑張れーみんな、他力本願だぜ。誰狙おうかな。真ん中ナイスー。わー消えるやつ、消えるやつやん。お、あんまり前に出てこなくなっちゃった。お、飛んでる。飛んでるよ。遠いよ。お、来るか？来た。壁の向こうですね。全然当たりません。こっちは？当たりませんね。当たりませんね。こっちかな？お！盾持ち、アーサーじゃないですか。痛い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 。やばいやばいやばい。やばいよ。取られちゃうよ。なんで上向かないの？なんで上向かないの？あの上の子に当てちゃった、打ちたんだけど。うわぁ、敵さんの凸がすごい。うわぁ、キットだ、キットだよ。うわぁ、やり返す。うわぁ、やられる。うわぁ、すげぇ、めっちゃ来とるやん。アーサーすごいな。やばい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 。あー、左のビーコンも取られてるよ。ちょいちょいちょい、すげえゴリゴリだぜ。素晴らしい。うおー、いけ、やっつけろ。よし、きついやろこれ。いって、ダメだ、やめて、いじめないでー。あー全損しちゃった。今回敵が強かった。こいつすごいな、ガンガン来るじゃん。おい、放置すな、戦え。強かった。空飛ぶやつってやっぱ強いな。これおお、こいつめっちゃ放置するやん、ヤクザ。めっちゃ放置するよ。抜けもいるし放置もいるし、全然じゃないか。ちょっと頼むぜ。またあれダメだったじゃん、モジュール使えなかったじゃん。意外とトップ3に入った。そして抜けてたやつらも意外とダメージ出してる。エキスパじゃないか敵。ビーコンも取ってないじゃん、ダメじゃん。ああダメじゃん、ビーコン取ってないじゃん。はい、というわけでちょっとライノー君にはこの子は難しいかもしれないですね。もう死ぬか生きるかしかないので、僕のライノー君はこの体力を半分に保って戦うっていうちょっと高度なテクニックは使えないですね。無理ですね、難しすぎます。モジュールね、これ多分、これは絶対ラストスタンドと一緒に使うやつだと思うんですよね。
臨界耐久性レベルに到達すると一時的に無敵になります。追加モジュールごとに無敵効果の耐久性がアップします。これとさっきのどれだっけ、さっきのやつをこれか、オーバードライブユニットを使い合わ、組み合わせて使う気がします。私のねちょっとロボットはもうライノとシュッテしかいないので、ライノのモジュール枠が1個増えればいいんですけどね。残念、ちょっと難しいですね。多分売却されてしまうと思います。はい、というわけでこの辺でおしまいにします。ご視聴ご清聴ありがとうございました。では。